田先輩、それは。ああ、これか。出先でもらったんだ。あ、これってめちゃくちゃ高いやつですよ。そうなのか。それに比べて私は。ちょっと待って、あれってまさか本命なんじゃ。あんなの義理であげないよね、普通。これお前も食うか。え、巻繊維の部長の奥さんからでな、お前にもよろしくって言ってたぞ。これなんて読むんだ。巻繊維の部長、巻繊維の、そうですか。これ。お？一応作ったので。手作り。へえ。お、この熊も五十嵐が描いたのか。はあ、まあ。ありがとな。今食っていいか。どうぞ。それじゃあいただきます。まあ。お味はどうですかね。もうめちゃくちゃうまいぞ。それならよかったです。なんかお茶の味がする。緑茶の粉末が入ってます。これなら甘いのが苦手でも大丈夫かなと思いまして。へえ、そうなのか。なるほど。